金子信夫3月27日から1995年1月20日は日本の俳優、料理研究家、司会者、タレント。妻は田上やつ子。愛称は猫さん。東京市下役出身。小学校1年の時から結核を患っており、20歳まで闘病生活を送った。経過学園卒業。1943年に、 文学座所属俳優として芸能界入りする。1946年に、成瀬美み夫監督の浦島太郎の公栄で映画デビュー。1952年、演劇間の違いから文学座を退団し、木村伊らと青年俳優クラブを結成した。後に聖杯を脱退。映画、テレビドラマ界では人間臭い悪役として名を馳せた。 日活前世紀のアクション映画、東映の人気映画、ヤクザ映画で活躍。1966年に、妻の丹、阿弥靖こと新演劇人クラブマールイを結成し、その主催となる。団員には、文学座にいる、座する前の松田優作などが在籍した。俳優業以外でも料理研究をライフワークとしており、1987年から、 朝日放送で、自ら考案した料理を披露する番組、金子信夫の楽しい夕食を放送。東千鶴などアシスタントとの絡みが話題を呼んだ。これをまとめた書籍、楽しい夕食シリーズも発売された。同番組のスポンサー、イカリソースの CM にも出演したことがあり、同社からタイアップ商品、金子信夫のグルメシェフシリーズも発売された。また、 おぎくぼにあるフランス料理店、ボタン亭のオーナーでもあった。1995年1月20日午前11時43分、細菌性肺血症のため、東京都千代田区の病院で死去。71歳没。個人の医師により、葬儀と告別式は行わなかった。同月11日から、銀座セゾン劇場に出演予定であったが、 前年暮れに体調を崩したため降板していた。また、楽しい夕食は死を以前から同年春で終了することが決まっており、その矢先の死だったため残る2ヶ月近くの放送分は、収録ストック分の消化を経て、番組内で金子が作ったレシピを辻調理師専門学校の講師が改めて作るという形でしのいだ。自分の穴の中で、 ポスター太字の題名は、キネマ旬報ベスト10にランクインした作品。ありがとうございます。